バクロの今日の一言です。さあスーパーカレーのズバッペ、お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。祝2024開幕です。チームの皆さんと新大学チームに敗れたファンの皆さん、日本一目指して一緒に頑張ろう。さあドラゴンズの皆さん、ドラゴンズファンの皆さん、今年1年よろしくお願いします。つば九郎からのご挨拶です。さあ2023神宮最終戦、そう勝つか負けるかでスリリングな試合でしたが、そうですね、今年はいいですね、スワローズドラゴンズでリーグ優勝を争うスリリングな試合をしましょう。会社の皆さんも予想なんて気にしません。昨日つば九郎お疲れ様でした。はい、タイガースとかジャイアンツが有力だと声が多いのですが、はい、つば九郎は G の阿部監督を警戒、さらに新加入の選手が怖かった。このネタ年俸推定2億、メジャー実績もある、おーっとはびっくりしましたね。はい、なんかいなくなったそうです。これどう読む、おーあドア、あおードアはどうした、はい、怖い存在だったのに。ビッグニュースでしたね。明日明後日はデーゲームです。お間違いないように。あ、今夜不手ほど最終回ちょめちょめ見てるんですね、つば九郎。はい、でこういう締めでいいんですか。はい、ということでつば九郎の今日の一言でした。 Thank you。 さあ、それではこちらのコーナーです。続いては